先生、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の動画で、先生に今差し迫る沖縄の危機ということで、実は沖縄の人、先住民族、琉球民族なんだと、先住民指定されそうになっているよといそううこなとんでなすんですね。けれども、こういう、琉球独立運動っていうのは、一体これ、過去振り返るとどういう流れで来てたんでしょうか？これ、かなり複雑でですね、よくですね、沖縄では琉球独立論っていうのは、昔から居酒屋談義であったというように言われてるんですね。で、昔からあったって言われてるんだけども、じゃあ、本当に昔からあるんだったらですね、明治時代、沖縄県が設置された時に、琉球独立運動はあったかっていうと、ないんですよ。で、いつからじゃあ、琉球独立運動というものが、独立運動と、独立する根拠となる歴史観ですよね。いつからあったのかって調べると、実は、終戦直後、もしくは、厳密に遡ると、戦時中からあったんですね。戦時中に始まった。始まった。戦時中に始まった。誰が始めたんですか？で、戦時中に始めたのは、実は、蒋介石なんですよ。中国国民党の蒋介石が、まだ、大陸から台湾に追い出される前から、実はあったんですね。で、これ、なんであったのかって考えると、まあ、いろいろ学者が研究した論文とかはあるんですけれども、蒋介石が、要は、なんか、ルーズベルトでカイロ会談って知ってます？カイロ会談、ルーズベルトかチャーチルとか。あって、わからないです。要は沖縄、第二次大戦が終わる前の対日戦略、対日的な打ち合わせで、まあ、戦後処理どうしようっていう打ち合わせがあったっていうんですけど、その時にルーズベルトから蒋介石が、琉球お前とこいるかって聞いたら、なんかいらないって答えちゃったっていうんですよね。で、ところが、戦争終わりになってくると、まずは、琉球、まあ、彼らから言う琉球、沖縄が大陸にいるときには、いわゆる海の万里の長城として沖縄が必要だっていうことが気がついたんですよ。海の万里の長城。要は戦後、中国大陸を守るためには万里の長城として必要だと。で、今度は大陸にから台湾に追い出されたときには、蒋介石は、大陸をどうやって取り返そうかって考えてるわけですね。要は大陸を取り返すためには、沖縄にいる米軍と組んで、大陸の反攻の基地として沖縄は必要だというふうに考えたわけです。そのたなるめにほど。は、講和条約で沖縄が日本に返還されてしまったら困ると。で、講和条約の時には、まあ、結果としては米軍の統治下に置かれましたけれども、日本に復帰するかもしれないっていう危険性があったわけですね。だから、それを阻止するために、講和条約前に、琉球は、独立するんだと。中華民国のものとも言えないから、真ん中取って独立っていうことで、何をやったかっていうと、で、何をやったかって言ったら、琉球革命同志会っていうものを、台湾にいる沖縄の工作員に、琉球革命同志会っていうものを作って、それで沖縄と台湾と行ったり来たりしながら、政治工作をやったんですね。そこで沖縄では1958年の選挙に向けて、立法院議員という今の県議会議員で、琉球国民党っていうのを作って、琉球国民党っていうのを作って、親米、反共産主義、独立っていう軸の政党を立ち上げたんですよ。琉球国民党っていうのを作って。で、その時に、沖縄は独立するんだけれども、米軍がいなくなったら困るから、米軍は残ってほしいから、親米。で、で、沖琉縄球が赤くは、なっ、うん、自分たちのものにしたい。そうそう、赤くなっても困るから、反共産主義と。だから反米独立ですから、今で言うどっちかっていうと、保守系政治家、今の保守系政治家に近い軸だったんですよ。
当時の。なるほど。で、その時には大陸にも檄文を送って、琉球人民は即中国人民だっていうような、我々が祖国の復帰できるようにご協力をお願いしますっていう檄文を中国の大陸の自治体全部に檄文を琉球革命同志会の名前で送ったんで、これを見た大陸の人たちは、あ、琉球の人たちは中国人民で独立を願って祖国に行きたいって思ってんだって思わせるような国内プロパガンダだったんですよ。でもこれは、結果としては失敗したっていう、独立論は沖縄では受けなかったっていうことですね。そうですよね。もともと日本人なのに、なんで独立するんだよってなっちゃいますよね。そうそう。もうで、誰そもの独立。講和条約が結ばれて、結ばれて、誰も独立なんて言わなくなっちゃったと。もう言わないですね。講和条約が結ばれると、あれ、なんで日本は主権回復したのに自分たちだけ置いてけぼりなんだっていう気持ちが強くなるので、講和条約の直後はまた逆に復帰運動の熱が高まったんですね。だからもう独立論はね、消え去ったっ条約のていとう。き、なるほど、なるほど。今度は独立じゃなくて、条約の後、沖縄がアメリカのものになっちゃったから、次は、いやいや、俺たちはアメリカの沖縄じゃなくって、日本の沖縄なんだよっていう、そうそうそう、日独立本人するなんだよとと。いうと、沖縄の人たちに、共感してもらえなくって、動員できないので、俺たちはアメリカの沖縄じゃなくて日本の一部だから日本に沖縄を返してください運動に切り替えたということですか？蒋介石はその後は、細々と、沖縄との政治的なパイプはやってたと思うんですけれども、大衆運動として今度やってきたのが1960年の、60年安保が改定された後に、今度は沖縄の、沖縄県祖国復帰協議会っていうのが発足して、大衆運動が始まって、その背後には毛沢東がいたっていうことですね。今度は毛沢東の工作が、毛沢東の工作が、なるほど、なるほど。愛国、反米、愛国。最初は復帰なんですよ。愛国、反米、祖国復帰という軸で運動を始めたら、これはもう赤子の手をひねるような簡単な工作で、みんな日の丸を振ろうよ。我々は日本人だから日の丸振ろうよって言ったら、みんな喜んでくるわけですね。三が日に日の丸立てようって。なるほど。だからそれ今度はこう左翼の中共産党が日本人を動員するために愛国運動を始めちゃったら、それに日本人が乗っかっちゃったっていう、ちょっと今の日本でもそういった部分ちょっとね、垣間見えることがあるんですけれども、そのオリジナルが沖縄祖国復帰運動でも見られるっていうことなんですね。そうですね。毛沢東の愛国反米の統一戦線工作は、沖縄では、沖縄復帰運動。で、東京の方では安保闘争だったんですよ。これセットで仕掛けてたんですね。これセットなんセットで仕掛けてたんですね。だから東京は安保なん反対っか、ていうことをやって、沖縄では沖縄の復帰っていうんだけど、その中身は安保破棄なんですよ。目指すところは。復帰をすることによって、もう日米安保が崩れると。要は、沖縄にある米軍基地が日米安保のかなり重要な比重を占めてたので、沖縄の人たちが復帰をするっていうことは、日米安保を破壊することと、ニアリーイコールだったんですね、当時は。ベトナム戦争真っ最中だし。なるほど。ということは、蒋介石の琉球独立運動っていうのは、沖縄に米軍を残して、中国を牽制するためのものだったけれども、毛沢東の、沖縄祖国復帰運動っていうのは、米軍を追い出して中国が出てきやすくなるための布石だったと。そうなんです、そうなんです。そうおっしゃる通りで、わかりやすく言うちょっと思惑が違と、うんだ。国境の内戦が、
場外乱闘が沖縄で行われてたみたいなところがあるわけですね。確かに。だ、こ、こ、国民党と共産党の、お、いや、米軍を引きつけたいところと追い出したいところのしのぎ合いが沖縄で行われた感じですね。ここで大事なのが、本来なら沖縄の復帰というのは、東京の、はい。勢力で言うと、自民党とか、保守政党とか保守勢はい。力が、真っ先にええ。沖縄に来て、沖縄の人たち復帰させてあげるために頑張りますよって、で、寄り添ってくれればよかったんですけれども、当時の自民党は、要は、日米安保が大事だから、同盟国であるアメリカの嫌がることはやらないっていう、のが、当時の自民党のスタンスなので、沖縄の復帰っていうことは、絶対誰も言い出さなかったんですよ。真っ先に手伝いに来たのが、共産党の人たちですよ。沖縄の人たちに、復帰したい、助けてあげるよって来たのが、共産党だったんです。これに先な越さるれたのほが、ど。未だに尾を引いてるわけですよ。実は。ああ、なるほどね。確かに。ああ、え、じゃあ、うん。その後の流れは、沖縄独立運動ってずっと中国共産党バックみたいな感じなんですか？あ、もう一回お願いします、質問。もう一回。沖縄復帰した以降の、琉球独立運動のバックにいるのは、主には中国共産党であるということなんでしょうか？今の琉球独立運動ですかね。今現在の。歴史的にってことですか。現在に至る前のその1974年ですか？沖はいはい。縄が日本に復帰して、そこから現代に至るまでは、もうずっと中国共産党が、琉球独立運動のバックにいる存在ですよ、中心的存在ですよということなんでしょうか？今話したように、最初の琉球独立運動は中国共産党じゃなくて、中国国民党の方ですよね。最初は国民党なんですよね。うん、で、国民こっ党ち、で、そのね、うん。条約の後に中国共産党が出てきて、そして、祖国復帰で、共産党の狙いは米軍を追い出すことだったんだけれども、沖縄は日本に取られて、その後米軍だけ残っちゃったっていう、当てが外はいれちはいゃったはい。よっていうそう形にそうなっですてるわけね。ですよはね。い。はいはいはい。これ中流国れ、ちょっ共と複産党の雑なんで。狙いとしては、はい、そうですね、複雑ですこね。れ流れちょっと中ね。国共産党としては、今でも米軍に出て行ってほしいよということで、琉あ、球独立もう運ね。動を続けていると。そうです、そうですね。はいはい。これ流れがコロコロ変わるんで、ちょっと流れ説明しますね。まあ最初は蒋介石が琉球独立工作をやったけども、講和条約で失敗して、まあ、その後も、琉球独立派の人たちっていうのは、細々と沖縄にも、復帰前は、ずっと残ってたんですね。ただ、この琉球独立派の人たちは、復帰前の琉球独立派の人たちは、ほとんど、多分全てって言ってんじゃないかな、親米なんですよ。親米の琉球独立派なんです。なるほど。だから、一見、保守のように、まあ、日本の保守の軸がずれてるんであれですけど、一見、保守のように見える、独立派がいたわけですね。で、これが今度は復帰の直前になると、さっき言った毛沢東の愛国反米が、愛国の部分が反日の方に今度は切り替わって、東京の安保闘争と同じように日の丸下げて赤旗に変わって、もうあとヘルメットがどん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 入り込んできて、多分もうその頃から東京の、いわゆる成田闘争の人たちとか、もう大体同じ仲間ですから、大体つながってるんですね。で、今な度るは、ほど。今度は沖縄が復帰して、もうしばらくは琉球独立派の人たちは残ってたんですけれども、この人たちもまだ親米でした。実は。親中反米ではない。で、親中反米の独立派が台頭してきたのは、2010年の尖閣諸島の衝突事件直後、がその前ぐらいから、まあ、多分、前回話したなる国連ほど。の先住民族の問題が、権利っていうものが現れた頃に、親中反親米中の反独立、米。親中反米独立派の人たちが台頭してきたっていう感じですね。で、この学会が正転々式にとでしきてたるんでのすね。が、
これ結構新しくって、2013年に琉球民族総合独立研究学会っていうものが、沖縄です。それも沖縄県祖国復帰の記念日の5月15日に発足したんですよ。それを設立されて。それから、で沖縄で明確に琉球独立を名乗って、集会やったり、新聞に載ったりするようになってきたのは、本当ここ最近で2013年ぐらいですけども、ただ、この人たちの琉球独立の理論とか、中国共産党が今流している琉球独立の理論っていうのは、蒋介石が流したものとほとんど同じなんですね。いや、蒋介石のなんですか。琉球独立の歴史をそのままパクって、あとは復帰した後のところを、ちょっと脚色して、つなぎ合わせて、誰がどこででたらめ言っても、なんか、揃ってるような琉球独立の正当性を表すような歴史のなんか嘘がたくさん流れてるっていうような、そんな感じですね。ただ、沖で、縄のど人んたなちがスだ、トーリーを彼らは語ってるんですか。ですね、これはですね、中国の沖縄の歴史っていうのは明の時代から始まるんですね。明国っていう、琉球はもともと明の時代、清の時代から中国の半属国であり、朝貢関係で仲良くやっていたと。そして、ところが1879年に、軍国主義である、日本が軍国主義化した明治政府ができて、それによって、軍事力でもって滅ぼされて、それ以来、同化、皇民化教育、同化教育を受けて、アイデンティティを破壊されて、第二次大戦の時には、もう自分たちが日本人だと思って、本土の、本土のための捨て石にされて、米軍が中国の代わりに琉球を中国の代わりに取り返してくれて、日本軍は米軍に負けると分かった時に、琉球の人たちに対して玉砕令を出して、17万人とか18万人とか大虐殺をして引き上げていったと。その後、琉球は今度米軍の植民地となってけれども、アメリカが本来中国に返すべき琉球を日本と密約して、あろうことか沖縄返還協定で指定権を日本に渡しちゃったと。琉球の人たちはもう、それはもう寝耳に水で、広場に集まって、抗議をしながら、もう涙を流したと。それ以来、琉球の人たちは、とんでもない嘘の物語。休むことなく、反米反日の、琉球独立運動を行っているんだと。で、東順風っていう方がいて、この方が言ってたのは、私の琉球の友達に聞いたと。琉球の皆さん、日本軍を追い出すのはわかるけれども、彼のなる木である米軍まで追い出すと、あなたたちは貧しくなっちゃうんじゃないですかと。そしたら琉球の人は答えたと。何をおっしゃってるんですか、鄧先生と。我々は祖国、中国を守るためにやっているんですと。沖縄にいる米軍は常に祖国の中国のこの腹渡を狙うように、脅威を与えているのは我々はよく知っているんだと。たとえ我々が犬死にしようとも、我々は米軍を追い出すまで、この運動を決して、やめることはありませんと。琉球の友達はこう言ったと。それを聞いて、私は天を仰いで、もう涙を流したと。この琉球の独立を、中国はもう、中国国民はもう自分たちのこととして、中国の全体のこととして取り組まないと、琉球の友人に合わす顔がないと、こういうストーリーですね。ああ、なるほど。まあ、そういう嘘のストーリーを中国の中で流していると。そうです、そうです。もうそれの極めつけが、琉球のそのリーダーである玉城知事が中国に来て、琉球琉に球援馬軍鹿を要請訪した問人しに、た。琉球に援軍を要請した人に手を合わせたと。で、中こ国れに行っは琉て、球の人たちが中国に助けを求めている象徴なんだっていうことそうにそうそうそうつなげているということなんでそう。そうすでね。すね。いやそうですー、ね。恐ろしいですね。本当にもうちょっとお時間もそろそろ迫ってきたんですけはいれどはい。も、いや、本当に中国の、その歴史のですよね。明治政府が琉球王国を滅ぼしたかのような嘘であるとか、あとはそのね、終戦時に沖縄を意図的に
犠牲にしたというか、まあ、虐殺したまで言ってま沖すか縄ね。の先住民族を虐殺したみたいな話を捏造して、そして、こう、憎悪を煽り、中国では、中国の方に対して、琉球を助けてあげないといけないねという、そういう国民感情を中国で、煽っているということなんですね。で、沖縄の人たちなるはほ何もど。知らないで、まあ、米軍基地はあるよりはない方がいいかなぐらいで考えてるっていう、その、まあ、ちっちゃな目な先るのことほだど、けなで、かなか。まあ、まさか、沖縄の外で自分たちが先住民族になったり、中国人になったりしてるっていうのはね、夢にも、虐ど殺んどん、されてたりとか、もうね、わからないよね。なんか、そう、虐殺、捨て駒に使われて虐殺にされたというふうに語られてるとは、とは思つわないゆけど、とたもだ、知らずに過ごしていて、自分たちが、今、日本の中から、日本という一部から、こう、中国に引っ張り寄そうとしている工作の途中にいるということは、今、ついてはいないという、全然わまあ、からないこうでいすね。う流れになってるんですね。まあ、ということで、先生、今回もね、ちょっともうお時間が、あれで、今回も本当に、非常に、いいお話ありがとうございました。また、次回ももっと詳しいお話ですね。この先住民族運動を煽っているあの男の話について、次回教えていただきたいので、先生、またよろしくお願いします。ということで、本日、手を動かしてありがとうございました。また、明日も深田萌えテレビをよろしくね。ありがとうございました。